はい、皆さんこんにちは、車体の下です。今日はですね、暖房機稼働準備、ダクトですね、大ダクト、はい、敷くところまでやっていきたいと思います。はい、明日からですね、天気悪いです。台風24号の影響もあって、曇天、雨天続きますんで、そして最近寒さも増してきましたんで、どうしてもですね、換気が締め気味になります。そうするとどうしてもですね、ハウスの中が無風状態、そうするとですね、病気になりやすくなりますんで、この暖房機、加温だけではなくて送風機回して循環線代わり、それから炭酸ガス発生させた場合はこの加温機の送風機ですね、こちらファンが2つついてますんで、はい、それで循環させるっていうことを急務ですんで、はい、準備していきたいと思います。今日は大ダクト、はい、やっていきます。はい、こちらはですね、だいぶ前にも買ったやつですね。でこれ 100m なんで3回分ですね。はい、ここ 30m、はい、です。なのでこれ 100m は3回分ですね。あとだから2回使えるのかな。でこれ確か厚みはですね、厚さ 0.1、 結構厚いやつなんですよね。で折り系、まあ、ここが 1m、 はいはい。そしてここはこの留め具、はい、をですね、まずこうなんか通しちゃって全部で、で半分ここ合わせて、はい、こうでこうで、これをここに溝が分かりますかね、ありますんで、そこに合わせて、よし、でここ、はい、こうですね、はい、これで、はい、あとはあっちまで、はい。はい、ここがハウスの際ですね。ここで切っちゃうとダメです。はい、NG です。あの、小ダクトつけるんで、小ダクトつけた部分がギュッとこう、寄るんですよね。で、どん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 多分1メーターぐらい内側に寄ってきますんで、ここは、ここの面よりもさらに1メーターぐらい、はい、余裕を持って、はい、こんなもんでしょうか。面よりも、1メーターぐらい、はい、こんなもんですね。余裕を持って切ります。はい、よく切れるサビサビのカッターですね。あー、なめた。よし、はい、同じことの繰り返しですね。どうだったでしょうか。前回クイズの回答ですね、まだ実感ないですね。今日も炭酸ガス、はい、炊きましたけど、全体見渡してもなんか身があまりぶら下がってなくてですね、まあ、ぶら下がってるとそれが極端にでかくなっちゃってる感じです。水もたっぷりありました。はい、そして今回のクイズは、これから動物園が続きますんで、加温だけではなくて、はい、加温以外の使用用途ですね、暖房機、はい、そちらは何かをご回答ください。以上、シャダイがお送りしました。じゃあ、また。収穫頑張るぞな、急ぐぞな。アドミラル500本全量ですね。アドミラル500本全量ですね。ちょっと久しぶりに MM プラス500。今日も戦力とトレハロースですね。そして懸垂車 AC です。そして地温は結構下がってるはず、22.5 度でした。
この時期にこういうのは危険ですね。どうした、ああフィニッシュですね。今日は MT も減っちゃいましたね。さすがにたったの2コンテナズラか。クラコ10リッター、よし、頑張ってまいりましょう。そして今日のこの日差しを利用して前閉して転送サイドを蒸し込みます。はい、ピアさんキュウリですよ。どうシャッター、お前台風がまた来るんだってな。あーちょっと怖いね。本当はあれだな、それってくれるといいな。ピオさん、今日は暖房機の準備するよ。おお、暖房機使うズラか、鉄さんズラ。はい、まず暖房機カバーを外しましょう。おお、何するズラか、俺手伝うズラ。ピオさん、ここいてね。おお、ここで葉っぱ食ってりゃいいのか。むし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 。はい、ハウス加温器27型ですね。400坪用、ファンが2つ、はい、なります。はい、今回ですね、大ダクト、小ダクト、はい、新品に変えます。で、ここ接続してる、まず針金を外していきます。はい、これはホチキス、あのシャクレホチキスで止めてるだけですので、引っ張ればブチッと、はい、取れていきますので。大ダクトの方が径がでかいんです。そう、ほら、で小ダクトにつけるやつを無理やりここにこうガッと通すという形で、はい、全て取り終えましたので、これはもうこのように丸めて廃棄です。まあ、懸垂車の営業の方が来られて、これ光合成細菌培養中なんですけど、まだ赤くなってないので、ハウスのこういうところよく直射日光が当たるところに置いてしばらく培養して様子を見てくださいと。コダクトは丸屋根の残りと自宅の倉庫にあったやつで足りそうですね。コダクトは北側に11本か、暖房機より、はい、南側に8本ですね。終わったズラか、お役に立ってて嬉しいぞ。はい、とりあえず北の塔の南側だけ、はい、5ベッド分終わりました。はい、これキュウリくんの昨日のデータなんですけど、ここちょこっと上がってるの分かりますか、使用通知が。これ炭酸ガス発生器を発生させたことによって、これどのぐらいなんだ、 50ppm ぐらいしか上がってないですね多分。ピオちゃん、もう今日は終わりですよ、終わりですよ。